中よ。生体機能に全く異常はないそうだから、そのうち必ず目を覚ますわ。大丈夫、そんな不安そうな顔しないでね、クリリン。そうですか。ブルマさんが大丈夫だって言うなら大丈夫ですよね。クリリン、甲羅の中にいるあいつも大丈夫だって言ってんぞ。だから心配すんな、本当に大丈夫だ。だよな、大丈夫だよな。悟空の中にいるお前、結構いいやつなんだな。うん、お前とはいい友達になれそうだ。だが、なぜ16号は今回の事件に関わっているんだ。本当にあの16号はレッドリボン軍のやり方には反発するんじゃないか。そうなんだよ、16号は悪いやつじゃなかったのにな。実は私、最初に16号に会った時、それは別の16号だって言われたの。だからあの16号は設計図か何かを元に作り直された16号じゃないかしら。でもよ、あいつ目と別人っちゅうわけでもなさそうだったぞ。そこなのよね、作り直されてはいるけれど元の16号の記憶もあるって。真相は分からんが、今はレッドリボン軍の基地を目指すくらいしか当てはないよな。あ、そうだな。気を失ってるだけみたいだ。当たり前だ、お前とは出来が違う。そんなこと言うなよ、サイヤ人が頑丈すぎるんだからさ。タクロンか、あいつらしつけえな。そう、ヤツの注意は俺が引く。お前はこの悟空ならご飯を連れて瞬間移動した。ご飯がブルマに預けてきた。あれ？おう、どうかしたんか？気のせいだ。そっか。それよりまずは。
クローンもやっつけたし、ブルマさんのところへ戻ろうぜ。ああ、そろそろご飯も目覚ましてるだろうしな。あ、父さん、それにピッコロさんも。よう、ご飯。体なんともねえみてえだな。そう。息子のことをもう少し心配できんのか。悪い。けんど、ご飯はそんな弱くねえからさ。それに、最近はおめえがご飯の修行してやってんじゃねえか。まあな。だが、まだ本調子とは言えん。ブルマさんから事情も聞きました。僕も一緒に戦います。おう、ご飯が一緒に戦ってくれるなら頼もしいぜ。それから父さんたちにリンクして一緒に戦ってくれてる方、あなたをこんなことに巻き込んでしまってすいません。これからは僕も戦います。力を貸してください。自分自身と戦えたな。けどこのクローン、いつ頃の僕の細胞を使って作られたんだろう。老海王神様に力を引き出してもらった直後の僕だったら勝てるか微妙だな。できれば Z ソードを引き抜く前であってほしい。それかこの前フリーザが来た時で答えてくれる雰囲気もないか。ここで一人で考えていても仕方ない。相手の実力は戦って見定めるとしよう。気を抜いてやられちゃわないように注意しないとな。Yeah!
許さんぞ。エレッ、どうした。うわ、本気で行くぞ。
石。チュラが負けた。こっちこっち。Hmph!